の会、これまで16年こうやって練馬駅前で脱原発、そしてまた戦争はしないを掲げてスタンディングをしてきました。今年最初のスタンディングです。今年もやります。1日から能登半島では大きな地震がありました。本当に大勢の方が亡くなり、そしてまた、大勢の方が、被災されています。心よりお願いを申し上げるとともに、一日も早い復興を願っております。私もできる限り協力していきたいと思っております。そしてまた、先日は、原発いらないの、デモに行ってきました。高田馬場ニューイヤーデモに行ってきました。能登半島の原発動いていないからと報道していますけれども、油漏れがありました。本当に心配するような原発、何かあったらすぐに原発は大丈夫です。こういった報道がありますけれども、その報道されること自体、やはり原発のある危険性、これを私たちはしっかり考え、原発のない社会を子どもたちに残していかなければならない。核、そしてまた戦争のない社会を子どもたちに、それを目指して私もこれからまた活動をしてまいります。ガザ、そしてまた、ウクライナ、本当に今多くの方が、戦争、侵攻でもって命を奪われています。戦争のない社会、これを私たちは目指しているんですけれども、こうやって大人たちが戦い合っていく、戦争は、攻撃する側、される側、どちらも人の命を奪っていくことになります。戦争のない社会、そしてまた原発のない社会を目指して、この練馬から今年も発信していきますので、ぜひ皆さん一緒に声を上げていきましょう。こんにちは、生活者ネットワーク区議会議員の山崎まりもです。私たちは毎月、9のつく日の、12時から13時、球場スタンディングという、活動を練馬駅前でやっています。今回、大きな地震がありました。そして、原発のこと、やっぱりこんな地震の多い国で原発、作っていい場所なんてどこにもありません。脱原発も一緒に、救助の大切さとともに、練馬駅前で訴えています。ぜひ初めの一歩の活動として一緒に、やりませんか。今年も、9日の日やっております。ぜひご参加ください。はい、こんにちは、生活者ネットワークの柳井勝子です。今日は1年の初めの、球場スタンディングです。今日、プラカードをまず1枚目掲げているのが、地震の国に原発はいらないということです。元旦に起きた、そして今も断続的に続いている能登半島での地震、犠牲になられた方のご冥福をお祈りいたします。そして、被害を受けられた方、お見舞いを申し上げます。一日も早い、復興、通常の生活に戻られることを願っています。私たち生活者ネットワークは、毎月9日に、このように戦争はしない、原発はいらないというバナーを掲げてスタンディングをしています。本当にこの地震で、原発がないことに胸をなで下ろしている国民多くいます。珠洲市での原発を差し止めたこと、非常に今回安堵している人たち多いと思います。そういった意味でも珠洲の方たちには頑張っていただきたいなというふうに思います。そして2枚目、ピースフォーガザ、今も戦闘が続いていて、本当にウクライナとロシアの戦闘もそうですけれども、世界の中での紛争が後を絶えない。そして今も収束の見通しが全く立ちません。私たちは、戦争は最大の人権侵害であり、環境破壊だと考えています。 CO2 削減、脱炭素、そう言いながら、一方でこういった環境破壊が行われていることに対して、やはり地域から声を上げていきたいと考えています。はい、平和は推進していく、平時はいらない。どうぞ皆様もご賛同いただけたらと思います。毎月9日の球場スタンディング、ぜひご一緒にご参加ください。こっち見てね、いいですよ、通ってきてる。
はい。